屋根の上。そんなことあるの？実際起こっちゃいましたから。これはラッキーですね。このチャンスを逃すと次なさそう。演技でもないこと言うのやめてくださいね。にしても久しぶりにここに来たわね。そうか。運次第ではこうも簡単に来れるんですね。ショートカット様々ですよ。というわけで2個目のヒューズをゲットですね。さあ頑張りましょう。この機会を逃さないよう慎重に。とりあえずヒューズ回収です。このままショートカットガチャ行きますか。さて、やられまくってこいつらの行動パターンがなんとなくではありますが分かってきました。へぇ、何が分かったのかしら？こいつらヒューズルームに湧いて拡散するようです。え？ってことは、そう、ランダムマップ生成がためにヒューズルームが近くにあるというラッキータイムがですね。絶望になるんですよ。え？それ泣いてんやつ。そう、やかましい。ってなわけでですね。こういう二択を迫られているわけです。あなた的にどっちがやりやすいの？断然こっちですね。エンティテの量が多いのはもう無理です。ただ行きと帰りどっちも超辛いんですよね。あとエンティテはランダムみたいですね。毎回来るエンティテ違いますし。へぇ、研究は進んでるのね。研究が進んでいるとはいえ、今回ばかりはそう簡単にクリアってわけにはいかないようですが、やっぱりマップが狭い上に暗いのはやばいですね。ただ完全に無理かと言われれば希望の光も。なんだかよくわかりませんが見逃されました。なんで？何したのあなた？さあ？匂いついてなかったから見逃されたのかも。うおー。しっか、危ない危ない危なすぎるって。とりあえず向こう側にダイブして距離取ります。この辺りの操作も随分慣れたわね。ふ、どんだけやってると思ってるんですか。でここあれですね。アーケードですね。あー、ヒューズルームがまだか。そうなんですよねー。あ、集まってるわね。どうする？いやまだ地獄人形が合流してないからいけるか？あー、来てるわね。仕方ない、ちょっと調整します。よしよしこれで全部でしょう。あとはうまく回り込んで撤退します。うまくいくといいわねー。お分かりいただけただろうか。はぐれメタルがよー。マネジメント管理がバガバだった自分を恨むことね。なっそうです。あ、待って耳やろう機械ですねこれ。とっさに箱に乗りしゃがむ。これがプロの回避術ですよ。あとは逃げれば引き返し。さて、かっこよく、攻略方法を見つけちゃいました。とか言いたいんですが、全く進展がなく死に続けております。おー。え、これ罪じゃない？それ思った。え？ショートカット出現した。そんなことあるの？これはラッキーすぎる。とにかく入ってエンティテとの距離取ります。せーんだよ。状況やば。とりあえず招集いたしまして。あー、これは死にましたね。さようなら。全然生まれ変わったらこんな世界入らないような人生はありみたいですね。さようなら。ヒューズルーム見つからないとかあります。そんなことあります。なんで怒ってる事象じゃない。いやまあそうなんですけれども。一般通過耳やろう。なんかいろいろいるわね。この先には行けなさそう。ただ一本道なんで新しい。待って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 、何買ってる何買ってるな。ジャンプ。どう頑張っても行き止まりなのでこの通路にかけますけれども。あ、絶望だ絶望だ絶望だ。このパターン前にもあったわね。エンティティ集まってきて昇天するやつですね。わかります。すでにめっちゃ群がってるわね。どうやってかわすのよこれ。登ってくるやつが来る前になんとかショートカットたどり着きたいんですが。せーんだよ。あー、今の音でエンティティがさらに寄ってきちゃった。とりあえず前進です前進。ワンチャンショートカットにかけて進みましょう。今回は運よく道が続いてるわね。どこまで行けるのやら。このまま都合よくショートカットまで続いたりしてませんかね。どうかしら。でも落下せずに来れてるのは奇跡ね。もうちょい進んでみますか。てかエンティティたちどこ行ったのよ。なんでかわかりませんが他のエンティティと距離取れてるんですよね。近くにいるのは人形さんだけか。ふむ、ここで行き止まりか。待ってあれショートカットだ。まさか本当に上に乗ったままでショートカットを見つけるとは、ラッキー。じゃあ。待機してんじゃねえ。
やばすぎ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 人形ちゃんが入り口にスタックしてるんですけれども、人形ちゃん避けつつヒューズ交換いける？頑張ってみますけれども、まずは最初のヒューズを取り外して無理ですよね、そうですよね、そうですよね。お前、すごい高確率でここにスタックしてますね。もう何にやられたのかもわかりませんけれども。というわけでスタートから合計3時間半くらい経ったんですかね。めっちゃやっててわろた。もうそろそろ攻略したいところではありますが、何せインチキがやばい。もう語彙力とかいらないからやばい。まあヒューズルーム到達まではなんとかなってるし、いつか行けるわよっと。だんだんインチキが可愛く見えてきました。これが、こいつでやつ。あなたは一体何を言っているのよ。よくわかりませんね。というわけで今回のショートカットは運よくヒューズルームの目の前です。思いっきりヘビの尻尾見えているけれども、こっちを向かなければ大丈夫です。とりあえずヒューズを交換しまして。あ、死んだ。これインベントリ閉じたら死ぬ。ほらねー。目の前がヒューズルーム。そう、絶望。蛇の回避はイージーですね。お前らはイージーじゃないんだわ。行き止まりっぽいですね。飛び移りますか。そうねー、道ないし。おと。赤いの来てるなー。道繋がってましたっけ。下からぐるっと回り込めばいけるんじゃないかしら。ショートカットないんですよね。おお、お人形さんこんにちは。ちょっとおとなしくして。匂いつき風船の出待ち率高すぎだろ。これでほぼ全てのエンチテに察知されるというね。マジで勘弁してほしいんですけれども。ていうかすでにめっちゃ集まってない。もうほぼ罪まであるんですが、奇跡的に上に乗れたので一筋の希望にすがってとりあえず移動します。相変わらず下はカオスで笑う。全種類いるんじゃないかってくらいの勢いでいるんですけれども、今回もショートカットに繋がってるといいわね。待って、ショートカット見えた。あのショートカット入れればワンチャンあるぞ。おお、本当ね。しかも2本ある。ここは一旦落ち着きましょう。どっちに行くかエンチケの動きを見て検討します。あっ、匂いつき風船。まあとりあえず電池の交換して暗がりジャンプスケア野郎対策をしまして。マジでどうするんですこれ。どこにも行かなそうよね。待って、私匂い消してない。あ、のぼぼでくるよね。シャトラ見たかー。まさかやりきるなんて。過去最高だった。時間も死亡回数も過去最高だったよ。本当にお疲れ様ね。本当に無理かと思ってたわ。今回ばかりは絶望しましたが、なんとかクリアです。これで私もクラスルームプロを名乗ってもいいのでは。そうね、おめでとう。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。